今日は5月8日5時30分、夕方の5時30分ですね。南阿蘇村の方から、登山道をですね、登って、来る途中で一望に開けた外輪山、それから南阿蘇村の風景ですね。その南方面になりますね。南阿蘇村です。今日は5月8日、今5時30分ですね、夕方の5時30分ですね。今日は南阿蘇の方面から、東登山道と西登山道がありまして、東登山道の方ですね、今阿蘇の、噴火口の方に向けてですね、ちょっとドライブしてるんですけども、その途中の風景で非常に雄大なスポットがありました。南阿蘇のですね、外輪山に囲まれて、あちらの方面が高森町になりますかね。高森町方面があちらの方になります。高森町を越えて行ったら高千穂の方に行って、宮崎の方に続いておりますね。それからこの一帯が南阿蘇村、別名絵本の国とも言われる、非常に綺麗な 村ですね。平成の合併でいくつかあった村が合併して南阿蘇村になってますね。非常にのどかな光景ですね。されてますね。たくさん牛が放牧されております。阿蘇は赤牛で非常に有名ですね。
給料の牛が草を食べてますね。連なっておりますね。阿蘇ならではの